はいえー、皆さん、お忙しいところ、当社の決算説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。えー、ただいま紹介もらいました、コブコビリの代表の近藤でございます。それでは早速ではございますけれども、2024年3月期、通期の決算説明の方に移らせていただきます。はい、本日のインデックスですけれども、以下、今、ページのです、ね、6つに分けてご説明をいたします。 ままず初めの会社概要になります当社のミッションですけれども企業価値の中に未来を見つける金融機関とともに日本全国の企業が織りなす可能性に伴走しますというようなことをミッションを掲げてですねコペリメンバー一同日々事業を展開をしております。 会社概要になります今、現在ですね、今、グループ会社も、コペリー系サポートとキーポイント株式会社というグループ会社もジョインしてもらいまして、今、グループ全体で120名ほどの会社規模というふうになっております。で主な事業内容は、ビジネスプラットフォーム事業というところで、中小企業向けの DX 支援プラットフォーム、ビッグアドバンスを中心に事業展開をしております。 サービスセグメントはページ掲載のとおりですけれども、中小企業の成長とですね、地方創生を支援する B2B のサービスモデルを中心に展開をしております。ビッグアドバンス事業はですね、ビッグアドバンスと、あとはそれに付随する法人ポータルサイトというものを開発、運営をしております。その他 DX ソリューション事業としてはですね、 税理士の管理タスクツールフローですとか今回、グループジョインしてもらったキーポイント株式会社のファイル送受信共有サービスですねウェブファイルグループメール渡すんという3つのプロダクトですねあとはココペリ系サポートの提供する補助金のコンサルティングサービスというところが DX ソリューション事業に入ります。 われわれですね、ココペリーグループとして、中小企業向けのビジネスエコシステムの構築をしていきたいというふうに考えております。われわれココペリーがですね、まず中心となって、パートナーである金融機様を通じて、このビッグアドバンスを提供して、中小企業の経営課題というものを解決をしに行くソリューションを提供しております。加えてですね、このココペリー系サポートの補助金コンサルティングですとか、 キーポイント社のファイル送受信サービスをですねパートナーである金融機関様および中小企業様の課題解決ソリューションということで届けていっております今後もですねこの課題解決にできるようなソリューションを我々自身でもちろん開発もしていきますけれどももしバンド A という戦略がですねはまればそういうような手段も積極的に取っていきたいというふうに考えております 持続可能な開発目標ということで SDGs も掲げておりまして、当社としては8番、9番、17番を主な領域としてこのような社会貢献もしていきたいというふうに考えております。続きまして事業概要に移りたいと思います。まず中小企業の現状と課題というところですけれども。 よく中小企業は日本の99.7%というふうに言われておりますけれども約360万社ほどのですね中小企業が日本にはあると労働市場においてもですね約70%の方がこの中小企業で働いているというのが日本の現状でございます。課題としてはですね労働生産性の課題というものがございましてやはり大企業に比べてこ中小企業の労働生産性というのはまだまだ低いと低水準というのがございます。 ここですね、当社はこうテクノロジーを活用して、この中小企業の労働生産性の改善にですね貢献することで、日本全体の経済効果に貢献していきたいというふうに考えております。続きまして、パートナーである地域の金融機関様との現状と課題というところでいきますと、 やはりですね日本全国の地域の金融機関、我々パートナーとして提携しておりますけれども、地域において、金融インフラの中心的な存在というところで、中小企業向けの融資残高も、全体で今約300兆を超える融資残高をおりまして、やはりですね地域経済を活性化していくために、一緒に提携している金融機関様と共にやっていくというところは、非常に大きな価値かなというふうに思っております。 で一方で,です、ねえー、まあ今、金利もです、ね、徐々に上がるという傾向になってきていますけどまだまだこうマイナス金利の影響ですとか収益性というところは金融機関さんとしてもこう課題がありますし今、フィンテックとかです、ね、DX をどう進めていくかというところも金融機関様としてもです、ね、課題をお持ちですのでそこも我々も一緒にです、ねえー、改善していきたいというふうに考えている次第でございます。 続きまして、ビッグアドバンスのです、ね、概要になります。これ、冒頭申し上げたとおりです、ね、B2B のサースモデルとして、金融機関様経由で,です、ね、この中小企業にプラットフォームを提供をしているというところが特徴でございまして、一つ大きな特徴としてはです、ね、まず多機能というところがございます。基本機能はです、ね、ビジネスマッチングということで、中小企業はです、ね、販路先開拓したりとか、 仕入れ先を見つけたりとか販売パートナーを見つけたりとかそういうことができるようなビジネスマッチング機能というところがメインになりますけれどもそのほかですね例えばホームページを簡単に作れる機能ですとか補助金助成金が検索できる機能ですとかあとはもう金融機関さんのチャットで気軽にコミュニケーションが取れるような機能等もですね基本機能として入れておりますあと最近ですと安否確認機能は非常に多く使われておりますけれども企業様の BCP 対策ということで最近やはり自然災害が多い でですのでこちらの機能もですねこのビッグアドバランスに入っていただくことで中小企業は、この比較的機能も使えるというようなことになっております。あとはオプション機能としてですねちゃんとシリーズというのは当社提供していて最近のインボイス制度対応とかですね電帳法対応に対応したですね請求書の発行管理ですとか受け取り管理のようなちゃんと請求書ですとか金体管理のできるちゃんと金体とかこういうのもオプション機能として今、提供をしております。 続きましてはビッグアドバンスの仕組みですけれども、このビッグアドバンスのプラットフォームを我々われ、直接、企業に届けているのではなくて、一回、金融機関様にまず提供して、金融機関様がその取引先様にそれぞれ、例えば A 銀行だったら A ビッグアドバンス、B 信金さんだったら b ビッグアドバンスということで、名称をですね頭文字を変えて企業様に提供しているというようなビジネスモデルになっております。 でもう一つのです、ね、大きな特徴としては、ビッグアドバンス、ビッグアドバンスと分かれているんですけれども、このビジネスマッチングをするときにはです、ね、同じプラットフォームにいますので、その金融機関を関係なくてです、ね、さまざ、あ、まな金融機関の取引先、さまざまな地域のです、ね、マッチング先を見つけることができるというところが大きな特徴になっております。 収益モデルとしてはですねその企業様月額3300円からこのビッグアドバンス利用できますけれどもそこからですね一回金融機関様にその利用料が入って我々が金融機関様から基本料金とそのレベニューシェアということで我々の収益になっていくということになりますのでもちろん企業が増えれば増えるほど金融機関様の収益にもなりますし当社の売上にもつながってくるというようなビジネスモデルになっております。 今ビジネスビッグアドバンスのですねユーザーで申し上げますと多くのユーザー設定を持っているというところが大きな特徴になります。これですねいろいろこうユーザーのセグメントが書かれておりますけれどもビッグアドバンスのですね会員においてもですねまずその経営者が使うオーナーアカウントというものとあとはほぼ同じ権限を持っているんですけれども例えばビジネスマッチングを使ったりとホームページ作成機能を使ったりというようなですねビジネスユーザーアカウントというアカウント。 あとはこの機能の一つのですね福利クーポン、例えばどこどこの店が10%オフで使いますよみたいなクーポンが利用できる従業員アカウントというこの3つのアカウントセグメントがございます。それを合わせるとたい今22万ユーザー様ぐらいがビッグアドバンスにを使ってですねいろいろ活用いただいているというようなことになります。 今現状ですね注力施策としてこのビジネスユーザーというものを増やしていこうというところを2 0 2 0年3月期、この期ですねえ進めておりましてこちらは順調にですねこのビジネスユーザーというのも増えてきているというようなことになります。 あとはですね中小企業 DX の観点で申し上げますと我々、攻めの DX と守りの DX というふうに分けておりますけれどもその中小企業が攻めの DX いわゆる売り上げを上げていったりとか差別化をしていくというところでいくとビジネスマッチング機能とかホームページ作成機能を使っていただくとその攻めの DX ができていきますと。 で守りの DX はどちらかというとその業務の効率化とかコスト削減という文脈なんですけれどこちらはちゃんと請求書とかちゃんと金怠とかを使うとその企業様の業務効率化守りの DX が推進していけるということでこの両面ですねこのビッグアドバンスを使っていただくことで DX が実現できるというような側面もございます。 あとですね生成 AI を活用したビッグアドバンスの可能性ということでちょうど今日もですも ChatGPT4 が新たに GPT4O というバージョンアップをしておりましたけれども非常にですねこの生成 AI とこのビッグアドバンスというのは非常に相性がいいですでなぜならですねこのビッグアドバンスは常にその企業様の活動ログというものがですねたまっていっているんですねで実際に当社としても去年 ChatGPT が出てきてからさまざまな活用の仕方をしていて おりますので例えばホームページを作成するときにボタン一つで自動的に文章を作成するというのも既に実行しておりますので今後もですねこれビッグアドバンスが持っているデータとこの生成 AI というものを掛け合わせてですねさまざまな UX というのを実現していきたいというふうに思っております。ビッグアドバンスの導入効果ということでまあいろんな機能があってですねそれぞれ活用されているんですけれどもビジネスマッチングとホームページ作成というところを今回ピックアップして書かさせていただいております。 ビジネスマッチングはですね今、累計14万件ぐらいのですねビジネスマッチングが行われておりますけれどもまあ最近、ちょっとグラフを見るとですね商談依頼というのは若干減ってきているというのはございます。 でこちらはです、ねまあ、今、この1年をかけてです、ねまあ、量から質へというところで、まあ、いろんなこうマッチングのです、ね、入力項目を増やしたりとか期限を設けたりとかちょっと質を高めるところに振っておりましたのである程度質も高まってきたというところで、まあ、この2025年3月期のです、ねまあ、今始まっている期については質だけではなく今度は量をまた増やしていこうというようなことを考えております。でさまざまなです、ね、それに向けて施策ですとか 機能のアップデート等をですねやっていこうというふうに考えております。続きましてホームページの作成の方もですね今1万5000社ほどの中小企業様がこれビッグアドバンスでホームページを作成いただいております。 こちらも引き続き続、ね、先ほど申し上げたような生成 AI を使った自動作成ツール等もです、ね、活用してこのホームページというのもどんどん企業様に利用できしていただけるようにさまざまな仕組みを作っていきたいというふうに考えております。 はい、あとちゃんと請求書をです、ね、これは去,年去年というか2 0 2 0年3月期にリリースしている機能ですけれども、まあ、森の DX ということで、まあ、請求書の電子発行機能ですけれども、順調にです、ね、利用も増えているというところで、第4四半期時点で,です、ね、約80億円ほどのです、ね、請求書がこのちゃんと請求書と発行されているというようなことになっております。 続きましてグループ全体のアーパーの推移ということでこちらのアーパー拡大戦略というのを取っておりますけれども今回です、ね、この4級からそのキーポイント社の連結対象になったというところもありです、ね、このアーパーというのは非常に順調に大きく上昇をしておりますこちらはキーポイント社のプロダクトを入れたところで,です、ね、プラス 2, 千、えー、2万,万109円というところで大きく上昇しているいうようなことになります。 ビッグアドバンス単体で見ると、こちらもそのちゃんと請求書の活用が徐々に進んでいって、こちらも順調に上昇しているということですので、引き続き、このア r ー p ーの拡大というのは、重要な戦略として続けていきたいというふうに考えております。 はい、でトピックスですけれども、この5月ですね、多摩信用金庫様にてビッグアドバンスがリリースされているということと、あと補助金コンサルのです、ね、支援ですけれども、新たに省エネ補助金ですとか、大規模な成長投資補助金というのも取り扱いを開始しているという,うところがトピックスとして書いておりままます、はい、続きましてて年3月期の実績にに移っいいいいりたいとういうふうに思います。 売上高ですけれども、18億2100万円というところで、前期比で2.5%、ebitda で申し上げますと、2億ということで、前期比でプラス27.9%、営業利益で3300万円ということで、こちらは前期比でマイナスの46.9%ということで、着地をしております。右のほうは、主にビッグアドバンスの実績ですけれども、導入金融化数で82、会員企業数で6万4344社、 そういう座数が二十二万五千九百六十、平均チャンネル度が一点七パーセントということになっております。続きましてあの業績についてもう少し詳細にご説明を申し上げます。売上高はですね、十アール兆二千百万円ということで百二点五パーセントということで増加して着手しております。 営業利益は3300万円ということになりましたけれどものれん焼却とかですねの増加とかを考えると EBITDA としては全域比で大きく改善することができましたこちらはですね外注費のコストの削減等をですねうまく寄与したというところになって収益の収益力の向上が実現できたというふうに考えておりますあとはですね業績予想のところでいきますと 4級のところが DX ソリューションの売上がですね上振れたことによって売上利益ともにですね業績予報予想の数値は上回ることができたということになります。EBITDA の増減の要因ですけれども、まあ先ほど申し上げた通りですね、まずこ売上の増加というところと、あとはエンジニアのですね積極的に採用を進めましてですね、その外注費の整理というところができたのが一つ大きな要因かなと。 というふうふに思っておりますあとはです、ね、この積極的にエンジニアを採用を進めたことによってです、ね、開発スピードというのは向上しておりますので今後、新機能ですとか新サービスの開発力というのは確実に強化されているというようなことが言えますのでここはです、ね、引き続き投資をしながらしっかりと売上のアップというのを図っていきたいというふうに考えておりますの、はい、の売上高の推移になります。 こちら4級についてはですね4億8200万円ということになりましてビッグアドバンスの売上についてはですね会員数の減少から若干の減少ということになりましたけれどもその他の DX ソリューションの売上が加わったことによって3級比率もですね大きく増加をしているということになりますそしてストック売上についてはですねまだ85%ということで非常に高い水準は維持できているかなというふうに思います。 上半期の次は営業損益 EBITDA の推移になりますけれども4級で単体で申し上げると営業利益が3600万円ということと EBITDA が8400万円ということでこちらともにですね非常に向上しているということでさまざまな前期ですねそのコスト削減というところも努めてまいりまして収益給付の向上というのは確実に上がってきているということが言えるかなというふうに思います。 はい、シャンキの費用構成の推移ですけれども、まあ、連結でそのヒーポイント車が入ってますので、若干上がっておりますけれども、大きなプレーはなくて、ですね、まあ、こちらも引き続き、しっかりと投資はしながらも、サーバーとのです、ね、抑えられるところは、しっかりと抑えていきながら、進めてまいりたいというふうに考えております。 ビッグアドバンスの会員数ですけれども、こちら残念ながら6万4344社ということで、若干、横ばいが若干減少したというところになります。こちら、要因としては、新規の融機関様がなくて、そこで若干減少の方が獲得よりですね上回ってしまったというところになります。こちらはしっかりと今期、会員数がもう一回、上昇トレンドに持っていけるように進めてまいりたいというふうに考えております。 はい、会員ネットワークということでビッグアドバンスの特徴としてです、ね、会員企業数が東京に集中しているわけではなくてです、ね、全国にうまく分布されているというところがございますのでこのネットワークを引き続き活用しながらビッグアドバンスの価値最大化というところを図ってまいりたいというふうに思っております。 導入金融関数の推移ではですねこれ3社減収で82社ということになっておりますけれどもこちら、ビッグカードもなかなか活用いただけないというような金融関数も若干いらっしゃってですねそこがちょっと減収になってしまったというところになっております。 続きましてのチャーンレートになりますけれども、まあ四級については1.41%ということで、まあ三級からも若干改善しているという,うことになります。確実にですね、この企業の活用というのは進んできておりますので、まあこれからのおキーワークの活用と獲得等という両方をしっかりとやっていきたいというふうに考えております。はい、続きまして中期の経営計画の進捗状況ということになります。 当社はですねこの3つの戦略で中期の経営計画というのを立てておりまして1つ目がユーザー数の拡大戦略ということと2つ目がアーパンの拡大戦略そして3つ目が DX ソリューション戦略というこの3つのですね戦略をもってこの成長戦略ロードマップと位置づけてですね日々事業を進めておりまます1つ1つですねちょっと説明をしていいいいりたいとういうふうに思います。 まずユーザー数拡大戦略についてですこちらの成果と課題というところとあと今後の対応策というようなふうにまとめておりますけれどもまず成果としてはです、ね、メイン機能であるこのビジネスマッチング機能というのをこの2024年3月期に大幅アップデートを実施をいたしましたそのことによってです、ね、マッチングの個室というところは確実に上がっているという,ようなことになります。 そのほか、ちゃんとシリーズのリリースですとか、あと、チャット g p t を活用して、UX の大きな改善、そして、こちらもですね、2020年3月期から始めた施策で、直接ですね、企業の活用サポートというのを開始をしております。その他大阪商工信用金庫さんと、多摩信用金庫さんが導入に至っていると。 あとはビジネスユーザーアカウントを今注力しておりますということですけれどもこちらもですね活用の促進というのは進んだかなというふうに思っておりますで課題としてはですねこの活用というのはかなり進んだんですけれどもユーザー数拡大まではこうつながらなかったということと新規の導入金額が2つありましたけれどもその計画が9つ計画していましたのでそこには見立てだったということになります それを踏まえてですね今後の対応策としては組織体制をですねこの4月からまた見直しましてこの金融機関さんとのさらなるリレーション強化というのを図ってまいりたいということとあとは、有段数拡大に向けてさまざまなイベントを開催をする予定になっておりますオンラインの商談会ですとかインボイス対応セミナーとかそういうのを機にですね獲得が進むような施策をいろいろやっていきたいというふうに思っております。 であとはビジネスマッチング機能もさら、ね、なる拡充を考えております。でそのことによってです、ね、新たなこうビジネスマッチングのニーズ層というのを獲得してまいりたいというふうに思っております。あとはです、ね、こうビッグアドバンスのみではなくて今法人ポータルというソリューションも我々持っておりますので、まあ、そういうものの提案も併せてしていくというところですね。あとは、金融機関の再編に対応ということでこちらの金融機関の再編もです、ね、いくつかございます。 これあのビカトバンスがこう導入している金融機関とまあ導入ししてきない金融機関様あとのですねこう合併等が出てきますのでまあそういうのもしっかりと対応していきたいというふうに考えております。続きまして DX ソリューション戦略になります。こちら成果としてはですね法人ポータルサイト一社今受注をしておりますと。 というところとあとはこうビッグアドバンスと ID 認証連携というものがあるんですけれどもそちらも1社追加をしておりますとあとの補助金コンサルについてはですね定期金融関数はコピー系サポートうグループジョインしてから5社から14社まで拡大ができているということと新たな省エネ補助金というものの取り扱いを開始したりですとか またファイルの送受信サービスのウェブファイル等もですね今、金融機関様への提案というのも開始することができました。あとはですね選択と集中というところでいくと DX 領収のあったファイというものとシェアズというものはサービスの終了をしております。で課題としてはですね補助金活用コンサルティングについては提携の,の金融機関さん増えたんですけれどちょっと取り扱いの件数自体は減ってしまったというところがございました。 あとファイルの送受信サービスは、金融機関様への提案は開始することができたんですけど、まだ導入までは至っていないというのが現状でございます。それを踏まえて、今後の対応策としましては、グループ会社とのシナジーというのも最大化していくということで、補助金についてはですねその取り扱いの補助金を増やすというところと、ファイル送受信サービスについては、金融機関様への導入実績を作っていくと。 ということをこのにに実現してていいいきたいという,ふうに思っておりますこのウェブファイル等もですね実際にこう提案してみてこのウェブファイル一つの特徴がですねこのセキュアなファイル送受信ということでこれは非常に金機関様向けのサービスとしては親和性が高いという評価も受けておりますのでこちらはですね積極的に展開をしてまいりたいというふうに思っております。 はい、で続きましてアーパーの拡大戦略ですけれどもこちら今ちゃんと請求書を2020年3月期に積極的に展開をして今46の金融様に導入がいっているというようなことになります。で機能もです、ね、受け取り側の電子保存機能を追加したりですとか3月にはあの領収書も発行できるような機能を追加したりとかですねこちら UIUX というのは大きく改善をしながら進めていると。 というところとですね。あとあのジオコード様と提携しているちゃんと勤怠もですね、25の金融機関様に導入になったということになります。で、あとこのちゃんとシリーズのアーパー拡大に加えてですね、先ほどのウェイファイル等をですね加えてアーパーというのは大きく上昇することができたという,ようなことになります。で、課題としてはですね、まだまだ拡大していける余地はあるのでそういうのをしっかりやっていくということになります。 で今後の対応策としましてはこちらですね、このちゃんと請求書とかちゃんと金怠もこうセミナー等も絡めながらしっかりと提案をしていくというところですとか、まあ、UIUX を改善していったりとか、あとは金融機関様への、まあ、先ほどウェブファイル等ですね、実績をしっかり作っていくということをこの期でやっていきたいというふうに考えております。でそれを踏まえてですね、2025年3月期の業績予想になります。こちらは先ほどちょっと若干かぶるんですけれども、まあ 事業方針としまして、ビッグアドバンスの取り組みについては、ビジネスマッチング機能ですね、さらなる大幅な機能強化というのを考えておりまして、そちらを使って、ですね新たなユーザー層の獲得をしてまいりたいというふうに思います。あとはちゃんとシリーズですね、各班、あとはビジネスユーザーアカウントの活用促進、あとは金融機関様とのリレーションの強化、あとは会員企業様の直接サポートの支援ですね、こちらの仕組みかというところをしっかりやっていきたい DX ソリューションの取り組みについては生成 AI の実証実験の相談も金融機関様からいくつか受けておりますのでそこの実証の実験とあとはサービス化あとは補助金活用コンサルティングの取り扱いの補助金を追加しましたのでこちらの各班ですねあとはファイル操縦支サービスウェブファイル等の金融機関さんの導入というところをしっかりとやっていきたいというふうに考えております。 あとですねこのビジネスマッチングプラットフォームの市場規模というのもですねデルルさんが出しておりましたけれどもこちらは2024年度には2000億ほどの市場規模だったんですけれどもこちら、市場規模どんどん大きくなっていって2028年度には2700億ほどに増加するというふうに言われておりますそのような環境の中ですね2025年3月期はビッグアドバンスの会員増加ですとかあとは法人ポータルというものの導入 あるいは補助金コンサルやファイル送受信サービスですね、全方位でしっかりと売り上げを上げていくというところで,で、売り上げとしては20億円の予想をさせていただいております。一方で,で、積極的な投資という意味では、エンジニアを中心に積極的に採用していくというところをしていきたいというふうに思っておりますで。ebitda と営業利益については、ebitda が2億の4千万、営業利益が4千万というような計画を立てております。 なのでこう積極的に投資しながらもしっかりとですねコスト削減にも取り組みながら増収増益というものをしっかりと実現したいというふうに考えております。はい、以上が2025年3月の業績予想になっております。で最後補足資料はですねこれまで掲載しているものも多いので活用させあ活用させていただきますけれども。 おお、一つね、中期の経営目標の定量的なところでいくと、おお、二千二十年三月期には売上高四十億の。営業利益二十パーセント八億というところを目指して、やっていきたいというふうに考えております。はい、あとは、いろいろ、書いておりますけれども、改めて、こうビッグアドバンスの強みというところに、最後だけ説明をさせてください。このビッグアドバンスですね、この四つの強みがあると思っております。一つ目は、あの地域金融機関のネットワーク効果。 2つ目が全国の中小企業のですねネットワーク効果、そしてこのビッグアドバンス自体がですねこのフェースゥフェースとテクノロジーの融合を目指したこのシステムであること、そしてこのビッグアドバンスにデータがですねどんどんたまっていきますので、さっきのようなチャット GPT にも使えますし、そのデータを使ってですね金融機関様に還元したり、あるいはこう中小企業のですねマッチング先を自動で出したりということで、データの分析還元というのをやっていきたいなというふうに思っております。この4つのつをかかしてですねししててっりりと成長してまいりたいと いうふうに考えております。はい、えー、あとはですね、こういろいろこのというところは今回は割愛をさせていただければというふうになります。はい、私の方の説明は以上になります。ご静聴ありがとうございました。